世界は変えられない。
ありがとうございます。どうも、こんばんは、ちなつと言います。よろしくお願いします。夢よりも今を語れ第23夜、ちゃんとした出演は今回で3回目、ゲスト出演を含めて4回目なんですけども、まあ、毎回毎度言ってるんですけど、本当にこのイベント、私大好きなイベントで、今回はちょっと違う視点から言いますと、私いろいろものを作ってる人が好きで、たまたま私は音楽っていう媒体を選んだだけだと思ってます。なんでこういろいろアーティストがいるんですけど、絵を描く人とか写真撮る人とか詩を朗読する人とか、なんかそういうのってこう違う世界にいると思いきや実は同じところにいるんだって思うんですけど、なかなかそういう人たちがこう一緒にいる場所って本当に少ないと思って、そういうのがこう同じ空間で入れて一緒にこうそういうイベントができるっていうのはすごいいいイベントだと思っています。なんで私本当このイベント大好きなんで、また次回ちょっとお休みしますけど、10月また出ますんで、本当に皆さんこうぜひこのイベントに来ていただきたいなって思います。今日はですね、実は私自分のアコギがですね、今日突然ペグがぶっ飛びまして、ビビアン助けてってこう電話をしましてですね、ビビアンが私が急にキャンセルなんじゃないかと思って一瞬ちょっとビビった声出したんですけど、実は私のギターがちょっと壊れまして、彼女のギターを借りて歌うことになりました。でもなんかこう、まあ、言い訳かもしれないんですけど、こう歌が好きでやってるんで、こうそういう、あ、ちょっとうまく言えなくなっちゃったんで、ちょっとすいません、ちょっと待って。なんか歌好きでやってるだけでだと何もこう、あ、歌好きなだけじゃダメなっていうことがあったりして、音楽やってると、でもなんかそういうのも大事だなんですけど、やっぱそういうのを私歌好きなの追求したいなって思っている次第です。ちょっとうまくまとまりませんでしたけども、最後に繊細万華鏡という歌を歌って終わります。またぜひこのイベント来てください。ありがとう、ちなつでした。
ありがとう、千夏でした。また会いましょう。